この動画は、指定倍が通用せず困った場合にご覧ください。問題を解いてみたい人は、一時停止してね。ついでに、チャンネル登録お願いします。まずは、指定倍を書いてみましょう。指定倍を書き終えてみると、何もできないことに気がつきます。こんな時は、線分図を使うのが有効です。線の長さは状況によって多少変化します。利益が出るためには、定価、売値、が仕入れ値より長くないといけません。ここ大事。ここからが、線分図の真骨頂です。仕入れ値を、1、としてみましょう。定価は、仕入れ値の 1.35 倍です。つまり、定価は、1.35、と表すことができます。同じように、売値も丸で表しましょう。ただし、0.8、としてはいけません。売値は、定価の 0.8 倍なので、1.35×0.8 です。ここからは、線分図をよく見ましょう。水色の飛び出している部分は、0.08、とわかります。つまり、0.08、イコール、320円、と読み取ることができるのです。あとは、息を止めながらでも計算できます。1は、仕入れ値の値段だったので、仕入れ値は4000円とわかりました。練習問題に挑みましょう。早速ですが、線分図を書きましょう。3割引きの売値では、損をするので、仕入れ値より短くします。仕入れ値を1として、計算していきましょう。ちょっと待ってください。定価を丸を使って表せません。しょうがないので、定価を1として考えます。実は、1をするコツがあります。定価は仕入れ値の何倍かわかりません。なので、仕入れ値を1としてはいけないのです。続きを進めましょう。1は定価だったので、定価は1500円です。問2の、仕入れ値は簡単です。仕入れ値は、1200円、でした。線分図パート3です。早速線分図を書きましょう。わざわざ損することなんて考えなくていいじゃん、というツッコミはひとまず置いておきましょう。今回は、売値が2パターン登場するので、指定売買です。指定売買。利益と損に注意して、長さを考えましょう。さて、どこを、1、としたらよいでしょうか。仕入れ値、でしょうか。
いいえ。定価が仕入れ値の何倍かわかりませんね。定価を丸1としましょう。線分図を見ましょう。丸 0.05 が350円です。読み取れましたか？丸1は7000円。これは定価です。仕入れ値と定価の関係がわかりません。では、仕入れ値を計算するにはどうしたらいいでしょうか？売り値がヒントです。例えば、丸 0.7 に注目しましょう。仕入れ値は丸 0.7 より100円多いですね。というわけで、仕入れ値は5000円とわかりました。やったー！